で、ヤトは？おやしろ欲しかったってへこんでるんだよ、このダダコ猫は。こいつが飯も食わねえなんてな。ヤト、そんなにおやしろが欲しいの？欲しいさ。ないなんて人からいらないって言われてんのと同じだ。よかった。これ、ヤトにあげる。おお、ミニおやしろ作ったの？はい、兄の道具を借りたんです。作り始めたら楽しくなっちゃって、うっかり徹夜まで。へえ、よかったな。欲しがってたおやしろだぞ。これでちょっとは元気に。な、泣くか！なんでそんなにおやしろにこだわるんだ！夢だったんだ！欲しかったんだ、昔からずっと。でも誰も作ってくんねえし。おやしろをいただくっていうのは私たちにとってとっても光栄なことよ。それはありがとうとかお願いしますとか人からの思いの証だから。ちょっと鼻水！ティシティシ、ああもう、せっかくもらったおやしろに垂らすんじゃねえぞ。